一つ皆に頼みがあるんだ。これから哲学者議会の話を聞くことになるが、場合によっては彼らにさらなる提案をしてみたいと思う。次の一手につなげるようなね。それを私に任せてもらえるだろうか。いいんじゃない。もともとアルフィノが機転を利かせてこの機会を勝ち取ったんですね。アルフィノ君が考えを巡らせられるよう、質疑はひとまず私の方で受け持つわ。ありがとう。ああ、皆の者、静粛に。ただいまより臨時会を開催する。今日は知っての通り、暁の決明からの要請に応え、我らが大撤収の計画を明かすこととなっている。早速だが入ってきてくれ。先んじて君たちに感謝を伝えたい。マグナ・グラキエスにてラザハンの民と我々の同胞を異形の獣から守ってくれたことについてだ。今しがたラザハンの大使にも報告をし、君たちに深く感謝を表するとの伝言を預かった。我々哲学者議会としても本件を真摯に受け止め、この場を用意させてもらった次第だ。君たちの質問にできる限り答えよう。ではまず前提を確認させてください。哲学者議会の目的は、終末によって滅びゆくこの星を脱し、人々と知識を月へと運ぶことで間違いありませんか？そういない。死の都サーレアンは長年そのために活動をしてきたのだ。世界中から集め、ラビリンソスや大書院に蓄積した知識、まずはそれを運び出す。並行してサーレアンの民をいくつかの組に分け、月へと順次移送、住環境の確認と整備を開始する計画だ。それらが落ち着き次第、我が国と協力関係にある国家から順に月へ案内していくという手はずになっている。ラザハンはその最優先候補だった。だが想定より早く終末の現象に見舞われたため、どうにか前倒して移送できないかと試みたのだ。なるほど、壮大な計画ね。この星のすべての民を運べる算段が立っているのかしら。可能な範囲でだ。そしてその線引きは哲学者議会がすると。別の星への移住は史上類を見ないほど達成困難な任務だ。志の異なるものを取り入れようとすれば、そこから腐って全滅しかねない。その是非は一旦置いておきましょう。次に伺いたいのは、計画が順調に進んでいるかどうかです。聞いたところによると、肝心の月への移送手段がまだ完成しきっていないとか。要求する水準に至っていないという意味では、
確かに未完成だ。かねてより製造を進めてきた月へ向かう船、通称箱舟は一応の完成を見ている。想定外だったのは週末の広がりがあまりに早いことだ。現状の箱舟の動力機関では航行速度が遅く、何より都度の補給にかかる時間が長すぎる。見切り発車で移送を始めたところで往復数を稼げないうちに週末が拡大、膨大な数の知識と命を見捨てざるを得ないだろう。そんな、何か手はないの？生涯での推進力を生み出すエーテル縮体炉、その改良ができないか今も試行錯誤は続いている。同時に第一陣の2の積み込みも始めてはいるが、限界まで調整をするつもりだ。では私たちと取引をするのはいかがでしょう。暁の決命はエーテル縮体炉の改良に協力します。結果それが必要な性能を上回るものになった場合、2つの報酬をいただけないでしょうか。1つ目はハイデリンと会わせてもらうこと。あなたたちとハイデリンの関係を思えば、逆さの塔を放置しているのは奇妙だわ。あるんでしょ、かの塔に代わるより良い別の手段が。そして二つ目が、箱舟を誰がどのように使うかを皆様に提案させていただきたいのです。提案か、命令ではなく。ここにいるたった99人さえ納得させられない提案なら、この窮地に貫くべきではありません。いや、面白い。その道の専門家たちが頭を抱えている難問に行きずりの者たちが挑むときた。なんと無茶で無謀なことよ。じゃが、行き詰まった研究に必要なのは、嫌というほど見返した理論よりちょっとしたひらめき、新しい風じゃろうて。わしはかつての教え子たちにかける、彼らとの取引に賛成じゃ。ああ、静粛に静粛に。今は1秒すら惜しい。早速決を取るとしよう。では暁の決命との取引に賛成の者は挙手を。賛成71、反対28。決まったな。彼らの申し出を受け入れよう。フルシュノ氏、計画の責任者たる君が彼らを案内するように。個人としては異論もあろうが、議会の決定としてしかと遂行していただきたい。
承知いたしました。ではこたびの臨時会は終了とする。終わりの時まで時間がない。各自己の責務をしっかりと果たすように。